皆さんこんにちは。なんだか少しお久しぶりな気がいたします。タロットリーダーのサマンサこと玉木奈緒です。今日はリクエストをいただいたので、ちょっと挑戦的なコロナの未来についてをタロットで見てみたいと思います。まあどうなるかっていうのは、私がもそもそも教えたりやっているリーディングというのが、いわゆる未来予言ではないという意味での占いをやっているので、どちらかというとこうなりますというよりは、可能性の未来として、私たちがその中の出たカードによって気づきを得たり、それがアドバイスとして自分の行動や意識の中での変わりなんでしょうね、そのサポートというかに使っていただければなというふうに思います。そしてまあコロナ全体で世界で見てしまうとテーマが異常に大きいので、ちょっと私が住んでいれば日本に今はちょっと特化していきたいなと思っています。ですので、まあ日本を中心にコロナがどう展開していくかというか、この日本の中でどういうふうにコロナがなっていくかみたいなことを、今月ですね、2021年11月、12月、2022年の1月の3ヶ月予報のような形で見ていきたいと思います。では今日は3ヶ月の予想をしようということで、3種類のタロットを使って予想してみたいと思います。まず一番左がサイキックタロットというもの、これで全体像、その月の全体の空模様を見ていきたいです。でその次、真ん中がボイジャータロット、これはどのように私たちが行動していくか、外へ発信していくエネルギーを見ていきます。そして一番右がインナーチャイルドカード、これは内なる自分、私たちの心持ちがどうあるべきかというアドバイスを得ていきたいと思います。ではこの3枚を11月、12月、1月という3ヶ月で見ていきましょう。はい、3種類のカードが選ばれました。ではそれぞれ展開をして読み解いていきたいと思います。はい、では11月のカードから見ていきます。これが全体、そして行動で、内なる自分。なるほど。はい、まず全体なんですけれども、思考を表すカードの2番というカードが出ています。メンタルコンフリクトというのは、自分の考え方の中にこう相反するものが出てきて、なかなか決断ができないという時間が訪れているでしょうということです。まさにですよね。今感染者数が減ってきて、ワクチンの効果も出てきているのかなという形に見えてきている。緊急事態宣言も明けてはいるけれども、これ本当に収まったのかな、また冬になったら、寒くなったら第何波が来るんじゃないのとか、本当にこれでいいのかな、戻っていいのかなみたいな、みんなの中に外に出たい気持ちとその疑いとというのがこう、相反して、ぐちゃぐちゃしている時なのかなというのが出てるかなというふうに思いました。もちろんこれってそのコロナがなくなる、終わる、始まる、なくなる、なくならないっていう二元性ではないとは思うんですけれども、変わった世界の中で自分がどう順応していくかという中で、何でしょうね、こう元に戻るってことではないのかなという感じがします。でじゃあどういう行動をしたらいいのっていうと、外へのアクションということは言ってはいるものの、自分の魂の声を聞きなさいというのが出ているんですよね。一番自分がやりたいこととか、その私の中がどう言ってるっていうことなので、世間の情報というよりはあなたがやりたいことで、例えば外へ出ていきたいということであれば、それが本音であれば守られるし、いやみんなが言っているけれども私の中ではちょっとまだそれはイエスが出てないんだということであれば、逆に出ることがあなたの中の危険になるかもしれない。だから自分、やっぱり自分軸なんですよね。周りがどうじゃなくて、あなたの中の心の声を聞きなさい、もしくは
自分が信じてる人というか、私はこの人の声は聞きたいなっていう人の声は聞いてってくださいというのが11月のメッセージになっています。で、内なる自分もそうなんです。やっぱりですね、ハートっていうのが出てきてるんですよ。まあ、ちょっと魂とハートは違うんですけども、いずれにしても内なる声なんですね。周りがどうこう言ってる形ではなくて、あなたが喜びたいことをしていきなさい、もしくは外へ出ていくためのまだ準備期間なのかもしれない。それがこう精神とバランスが取れた時、初めて自分が何でしょう、心から自分の中でまた新たなステージへの行動というのが始められるかもしれないので、ちょっと11月というのは自分、まあ、見つめ直し、ちょっと新しい流れ来たよねと。ただこれがまた揺れ戻しもあるかもしれない中で、どうありたいっていうことをちょっと解いていく、問うていくのがいいんじゃないかなというふうに思いました。次、12月いきます。おお、12月なんかいいですよ。まあいいって言っちゃったけど、はい。まず全体像が勝利というカードが出ています。まあ、いろいろあったけれども少し乗り越えたよねというカードですかね。なんか兆しが見えてきてる感じでしょうか。そしてボイジャーを、行動のボイジャーを見てみると、これはワールドというですね、実際のアクション等を司っているところに出てきているマスターというものがあります。例えば経済活動とかも今いろいろ復帰してきていることが、まあ、軌道に乗ってくる。もしかしたらその年末商戦みたいなことも含めて、日本の経済に対して少しこう明るい兆しが見えてくるニュース、まあ何でしょう、年末を終える、2021年を終えるにあたって何かしらいい経済のニュースというのが聞こえるのかなという感じもしますし、私たち自身の消費という意味でもどんどんそこをこう扱っていい気持ちになっていく、もしくはそういう余裕が生まれてくるということかもしれません。そして内なる自分を表すインナーチャイルドカードではクリスタルのエースというのが出ました。このクリスタルとボイジャーのワールドというのは同じ要素を表すものになります。例えば肉体とかお金とか、こう貯まるもの、リアルなもの、マテリアル、そんなものを表すグループなんですけども、そのエースということは自分の中の新しい基盤がこう確立するということで、何でしょう、外へ出ていく自分も整ったんですけど、内なる自分の中でも新しい価値観とともにこう世間に生きていくという準備ができていくのではないかということがあります。ですので11月のちょっと待って、まだ気をつけてって、その世間の情報だけに踊らされないでっていうところをちゃんと自分で見つめていくと、12月はかなり自分の中では行動しやすい、もしくはしても何でしょう、こう違和感もなく罪悪感もなく、誰かを気にすることなく自分軸で進めるというようなニュースじゃない、流れというふうにメッセージが出てきています。はい、では次に来年の1月のカードを見ていきます。お、チャクラのカードが出た。そう、このサイキックタロットっていうのはですね、ちょっと不思議なカード構造になっていて、チャクラ1から7のチャクラもあるんです。これは第2チャクラ、セイクラルチャクラというのが出ました。なるほど、面白い。またこの2つがですね、先ほどと同じリアルなところを出てるんですよね。なのでそういう意味で言ったら、私たちの活動としてはかなり出ていける活動な時になる、なんて言うんだろう、こう家にこもってなくていいっていうことなのかもしれないなという感じがしました。で、全体なんですけれども、第二チャクラ、セイクラルチャクラというのは、あのこう生殖器があるあたりですね、ちょっとのおへその下の下ぐらいかな、ちょっと下かぐらいかな、こう中の方なんですけれども、生命力を表すところ、または今言ったその性的なこととか生み出すこと、そこからのまあ精神力につな、感情化につながっていくようなところになっています。で、これが出てくるってことは、私たちのやっぱり生きる力というのが問われてくるということになるので、もちろんその、まあ、薬等もそうなんですけど、自分たちのまあ生きる力というものがここからコロナを抑えにかかるかどうかということなのかなというふうにも思います。これ私今
今日はあの日本っていう形で見てきているので、世界ではなくておそらくやっぱりまた日本人に問われてるんだと思うんで、世界でどうこうであれ私たちのこう人間じゃない、日本人の精神と生きたいとか、この経済国を守りたいとかいう力が変えてくる、抑え込めるコロナっていうのはあるんじゃないかと思います。私たちがコロナをコントロールしていくというのは、体がそれに順応していくとか、もちろんやっつけるっていうこともあるかもしれません。ただ撲滅ってすぐならないかもしれないので、まあ、ウィズコロナと言ってるようなのはコロナとやっていくなんだけれども、どちらかというと私たちがコロナの主導権を握れるように今後なっていく、新しい形が出てきてもそれを凌駕して体がそれに合わせていける、もしくはそれと順応して生きていければいいんだと思うんです。で、やってください、外に出てくるっていうことは、プレイヤーチャイルドオブワールドと出てます。でここは、12月が経済活動というふうに言いましたが、1月はもっとこう逆に遊んでいいっていうことが出ています。例えば旅行とか、ちょっと今まで我慢していたようなことっていうのを、年始めからのこう、まあ、晴れという形のイメージでしょうか、楽しんでしまってもいいんじゃないっていうのが出てきています。そして、内なる自分というところですが、ここでもあのガイドという少しこう守られる大きな意味のカードというんですかね、というのが出てきています。という意味で、さっき、前の月で自分の中に宝を見つけました、新しい価値観を得てきたというものが、この1月でもう守られる、もっともっと使いこなせるようになるよ、でその価値観を自分の中のものにすると多くの人にシェアできるよっていう、まあ、これサンタクロースさん、セントニコラスさんいらっしゃいますけども、シェアできるタイミングになってきてるっていうふうに言っています。ですので自分の中にそのブレないもの、新しいものっていうのは、おそらく多くの人が似たような価値観っていうのを日本人の中に得てきてるんではないかと思いますので、まあ、あえてそれを別に布教しようということではなくて、持っているもの、その中であなたが行動していくことで多くがシェアできるようになるでしょうという形で出てきています。なかなかこうグラウンディングがまあできてきている中で、ちょっと発展性があるのが1月かなと思って、あんまり気をつけろって感じではなかったので、やっぱり大事なのはちょっと11月なのかなという感じがいたしました。はい、いかがだったでしょうか。3つのタロットそれぞれにエネルギーや特徴強いものがあるかなと思ってこう選んだんですが、そのコンビネーションがなかなか面白い結果に出たんではないかなというふうに思います。どちらかというと少し私も不安で、何でしょう、ちょっと気をつけてねみたいなものがいっぱい出るかと思ったんですが、だんだん未来が明るくなっていくような流れになっていたのが、少しこう兆しとして自分でも気持ちが上がるようなリーディングになりました。とはいえ11月に出てきているところは、あなたの中の思考を矛盾させないということ、もしそれが心の中で決められないということであれば、行動にまだ移すべきじゃないことというような示唆は出ていたと思います。皆さんもその中で、あ、これで本当にいいのかとか、自分が情報にこう踊らされすぎてない、それがこう腑に落ちてない中で行動に落とし込んではいないだろうかというところのバランスを取っていくことをですね、ちょっと意識していただくと、私たちの、まあ、日本人もしくは日本としてのコロナとの付き合い方って、少しポジティブに転換していくような兆しなのかなというふうに思いました。参考になれば幸いです。こういうタロットの、気づきというのは、皆さんの方でも実際学んで使うようなこともできます。私は11月の、13、14に茨城でミニリトリートをすることにもいたしました。少しずつこのような形で皆さんと心と体を整えていくような、外で実際にリアルに過ごせるような機会もどんどん増やしていきたいと思いますので、もしご興味がある方、概要欄からもご覧になってください。もちろんタロット自体を学ぶことも可能です。ご興味ある方、一緒に学んでいきましょう。ではタロットリーダー協会インストラクターティーチャーの玉木でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。